はい、仕方ね。はい、じゃあギターレッスン始めます。お願いします。ますよし、じゃあ普通に一回やろうかな。はい、じゃあイントロのとこ。癖でこう、シュッて入っちゃうんだけど、あともう、制覇したとはやりやすいかな、この C、B、D4C か。これ、中指でルートで、5弦の3が来て、で、人差し指でもう1、2、3弦の2を押さえちゃう。あ、そうそうそう。で、その薬指で、D の、この音。それを持っていた。そのセブンツーが始まった。で、サスフォーキテの D。そう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 、それそれ。そう、これ厄介だね。
メジャーセブンでもいいかな、やりやすい方でもいい、こっちの方がやりやすいかな、すみません。で、イントロの、まあ、感想文が D のか。でもこの、このもコードでも全然いいかな。みたいな感じでいいかもしれない。頭からなんとかちょっとゆっくりやってみて、はい、ちょっとテンポは無視して、はい、さあ来い、せここ繰り返しだから、あとちょっとまた次回ちょっとこの続き書こうかな、はい、うん、流れ的にはこの D、まあ、感想部分が終わって、また A メロやって、どうでこっからが感想がまたっていう感じか。2番目終わったらまた違うメロだって感じだ。次回やっていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。